There were two Buddha. One was his father Buddha, and the other was his son Buddha. His father Buddha, or Gaumata, was a Saka tribe, the king of the Scythians, and at the same time, Magi, the highest priest or the stargazer of the Zoroastrianism. He could talk with God. Another name for Gaumata was Zoroaster, and another name was Zarathustra. The Gaumata fled Babylon to the present-day Nepal under the plot of Darius I. There he married a human woman, Mayan, had a child, whom we may now call Buddha. This is two Buddha theory by Hiroshi Hayashi. The proof of this is a statue in Buddha in Hanga that remains in Gandhara. The pedestal of the statue is accurately carved with a sacred fire of Zoroastrian holy ritual. ブッダは二人いました。一人は父親のブッダで、もう一人はその息子のブッダです。父親のブッダ、つまりガウマタはサカ族、つまりスキタイ人の王であると同時に、ゾラスター教の最高官位のマギでした。ゴウマタのマタの名はゾラスター、そのまたマタの名はザラスストラでした。そのゴウマタはダリウス一世の謀略にかかり、バビロンから現在のネパールへと逃げてきました。そこで人間の女性のマヤンと結婚して一人の子供を設け、その子供が現在私たちがブッダと呼んでいるその方です。林浩司のブッダ二人説です。その証拠の一つがガンダーラに残るブッダ・イン・ハンガー、苦行中のブッダと呼ばれている像です。その像は父親のガウマタということになります。そしてその像の台座にはゾロアスター教の神事の様子が正確に彫り込まれています。ヒロシ・ハヤシ、ハメマシティ・ジャパン。A book critic writes about Harvey Craft book Buddha as follows. Ancient Persian inscriptions link a Babylonian king to the man who became Buddha. Dramatic evidence had revealed the presence of Siddhartha Gautama, the man who became Buddha, as far west as Persia. Family seals and records found at Persepolis, the ancient capital of the 4th Persian Emperor, Darius the Great, have been identified and associated with the names of Siddhartha Gautama and his father, Suddhodana Gautama. According to analysis of some seals found among the collection of important seals in Persepolis, the Persian capital of Emperor Darius I are purported to the Gautama family. That is to say that the Persepolis seals identified royals and other important personages within the Persian ruling sphere. Gautama was the name of theroyal family of the Saka Kingdom. Here I, Hiroshi Hayashi, show you in this video two Buddha theory. One is Father Buddha and another one is his son Buddha.
ハーヴェイ・クラフトの研究によれば次のようにあります。古代ペルシャの碑文によりバビロニアの王とブッダになった男がつながったというのです。シッダルタ・ゴータマ、つまり彼はブッダになったのだが、その存在を示す劇的な証拠が遠く西のペルシャで明らかになったとです。ペルセポリスで見つかったファミリー印章及び記録によれば、第4ペルシャ皇帝のダリウス大王がシッダルタ・ゴータマとブッダの父親のストダーナ・ゴータマという名前と認識され、かつ関係していることが分かったというのです。これでペルセポリスの印象により王族及び他のペルシャの支配地域の重要な人物が明らかになりました。ゴータマは釈迦王国の王族家族の名前だったというのです。ここでいうゴータマは釈迦族、つまり釈迦族、つまりスキタイ人の別名でした。ブッダ二人説です。一人はストダーナ、もう一人は息子のセタアルタ、つまりシッダルタ、つまり宇宙の真理の解放者です。広し林、浜松シティ、ジャパン。今ご覧いただいているブッダ像は、一般には苦行中のブッダと呼ばれている像ですが、これはブッダではなくて父親のストダーナ・ガウタマということになります。ストダーナ・ゴータマはダリウス一世の策略にかかり、ペルシャを追われ現在のネパールのルンビニあたりまでやってきました。そしてその息子が仏教を広めたということになります。今ご覧いただいている像が苦行中のブッダということになりますが、人間らしからぬ様相風貌をしている点に注意してください。異様に細い足ということになります、まあ、つまりは人間の足ではないのではないかということになりますが、それはさておき、このブッダ像、つまり苦行中のブッダ像と大変よく似た像の絵をですね、あのレオナルド・ダ・ヴィンチが表現しています。右は、まあ、人間の骨格ということになりますが、骨の位置、形がずれているように思います。これはまあ像ですから、そのような違いに表現されているということになりますが、右のダ・ヴィンチの描いたスケッチ画と比較してみてください。脇の下に奇妙な剣が走っているのが分かります。人間にもないわけではありませんが、しかしこのように明確ではありません、まあ、そうした剣の位置、形もよく似ているということですね。なぜダ・ヴィンチなる芸術家はですね、右のようなスケッチ画を残したかということにつきましては、また別のところで論ずることにして、要するに左の苦行中のブッダ像はですね、正確に、まあ、ブッダの様子、骨格を表現しているということになるのではないでしょうか、まあ、その点から考えてもですね、左の苦行中のブッダ像と呼ばれているブッダは、まあ、普通の人間ではなかったということになります。右のダ・ヴィンチなる画家が描いたスケッチ画に描かれている、まあ、人間らしき人物は、これは人間ではありません。首の下からの頸椎が13椎あり、そして首の付け根からですね、肩にかけて人間にはない腱が走っています。人間は7椎です。そしてこのような腱はありません。そして同じような人物をダ・ヴィンチなる画家はですね、セント・ジェロームと題して表現しています。
そのセント・ジェロームの骨格と左の苦行中のブッダ像と言われている仏像の骨格が大変よく似ています。まあ、これをどのように解釈したらよいかということになりますが、つまりは左の苦行中のブッダ像に表現されているブッダはハイブリッド種の人間種ではなかったかと私林浩は考えています。で、このブッダが実はセント・アポリナーレ・ヌーボー聖堂のモザイク画に表現されています。向かって右側、先頭に立っているのが私林浩はブッダ、すなわちブッダの父親のストザナ・ゴウタマであると判断しています。2番目がカンプシス2世ですね。そして3番目、一番左がダリウス1世ということになります。大変ひげの濃い、ひげを自慢にしていた王と言われています。顔、表情、ひげ、そして衣服の模様も他のダリウス1世のそれと一致しています。現在このモザイク画はイエスの誕生の時に書きつけた3人の間儀ということになっていますが、実はそうではなくて、ミトラが母アナヒーターの処女解体によって12月25日ゾラスター教の当事祭の日に生まれた時に駆けつけた3人ということになります。その証拠の一つに台座のところを注意深くご覧ください。ここには松明を中央に置いて左右に僧侶あるいは神官らしき人物がその松明に対して何やら神事を行っている様子であることが分かります。つまりゾロアスター教の神事を執り行っていることが分かります。こうしてストダナ・ゴータマ、つまり苦行中のブッダとペルシャがつながります。これがブッダ像であるならですね、いわゆるまあシッダルタ・ゴータマであるならゾロアスター教の神事など執り行うはずがありません。なお、ハーヴェイ・クラフト氏はですね、自称ブッダの中で、まあ、世界最古のブッダの絵と言われているものを紹介しています。ここに描かれているブッダは私たちがブッダと呼んでいるシッダルタ・ゴータマではなくて父親のストダーナ・ゴータマということになります。そしてその頭の周辺をですね、光輪が飾っています。この光輪の模様に注意してください。ここに描かれているのは松明ということになります。右はケルン、CERN、欧州原子核機構の、門に飾られているシバ神の像に表現されている松明です。形が酷似しています。つまりこのような形で、ブッダ、シバ、そしてゾラスター教が一本の線でつながるということになります。そのシバ神についての動画は別のところで紹介しました。で、話を戻しますが、ブッダは2人いました。1人は父親のストーダーナ・ゴータマ、そしてその死を通じて仏教を広めたシッダルタ・ゴータマ、またの名をセッダ・アルタ・ゴータマ、つまり宇宙の真理の解放者ということになります。一連の動画の中でそれについて詳しく説明します。 Bye for now. Three people are drawn in this mosaic picture. Of these three people, the one on the left is Darius I.
It matches the face and appearance of the statues that remain in Persepolis. The person on the right, who is at the forefront, is Stodana Gaumata, and his Nepalese name is Stodana Gautama. This is that person, or father of Siddhartha Gautama, now whom we may call Buddha. The face of this person matches the face of Stodana Gautama of Gandhara statues. Please compare the appearance of his beard carefully. Then, from the right, the characters depicted in this mosaic picture are Stodana Gautama, Cambyses II in the center, and Darius I in the third. These are the three successors of Kyrus I, the first king of Persia, who are lined up in order. The Stodana in this mosaic picture was Magi, or Babylon's highest-ranking stargazer. And another name of his is Zoroaster. このモザイク画の中には3人の人物が描かれています。この3人の人物のうち一番左側にいる人物はダリウス1世です。ペルセポリスに残るダリウス1世の像の顔、様子と一致します。また一番右の先頭に立っている人物はストーダーナ・ガウマタ、ネパール名ストーダーナ・ゴータマです。私たちがブッダ、繰り返します、ブッダと呼んでいるその人物の父親です。この人物の顔とガンダーラ仏のストーダーナ・ゴータマの顔が一致します。ヒゲの様子を注意して比較してみてください。となるとこのモザイク画の中に描かれている3人の人物は右からストーダーナ・ゴータマ、すなわちブッダの父親、中央がカンビュセス2世、そして3番目がダリウス1世ということになります。ペルシャ初代の王キュロス1世の3人の後継者が順に並んでいることになります。なおこのモザイク画の中のストーダーナ・ゴータマはバビロンの最高官位のスターゲイザー、星見る人、すなわちマギでした。そしてそのストーダーナ・ゴータマの別名があのゾロアスター、ゾロアスターだったのです。広志林、ハメマシティ、ジャパン。Buddha theory by Hiroshi Hayashi. One is Father Buddha or Stodana Gautama, and another one is Son Buddha or Siddhartha Gautama. Father Buddha founded the base of Buddhism, and his son followed his father and succeeded his father's teaching. Here is its evidence and proof.ブッダは二人いました。父親のストダーナと息子のシッダルタです。父親のストダーナが仏教を起こし、息子のシッダルタが父親の教えを広めました。順にその証拠をお見せし、ここでそれを証明します。広志林、ハメマシティ、ジャパン。最初からもう一度ブッダの系図について話します。ゾロアスター教です。
当初はマギ教と呼ばれていたようですけども、ゾラスターが広めたのでゾラスター教と呼ばれるようになりました。ゾラスター、またの名をザラスストラと言います。マギです。最高位の神官でした。そしてもう一人最高位の神官がいました。それがストダーナ・ゴータマです。ペルセポリスの碑文にその証拠が残っています。マギが固有名詞であるとするならば、ゾラスターイコールストダーナ・ゴータマということになります。そのストダーナはペルシャを追われて現在のルンビニへ逃げてきます。そこでマヤンと結婚し、息子のシッダルタ・ゴータマが生まれます。で、ゾラスター教の出身はアナヒータです。そのアナヒータが処女解体によって設けた子供がミトラ、またの名を弥勒菩薩と言います。ストダーナ・ゴータマイコールゾラスター説 by 林博士ということになります。その証拠に、この苦行中のブッダと言われている像の下にはゾラスター教の神事の様子が描かれています。中央に火を掲げ、そして左右に僧らしき人物が何やら神事を行っています。これはまさしくゾラスター教の神事ということになります。なぜならば、ストダーナ・ゴータマイコールゾラスターということになるからです。これが第一の理由です。つまりここに表現されているブッダはですね、私たちがブッダと呼んでいるブッダではなくて、ブッダの父親のストダーナ・ゴータマということになります。ペルシャではストダーナ・ゴーマタと言われていました。最も古いブッダ像と言われているのはこの絵です。ハーヴェイ・クラフトが辞書の中で紹介しています。で、この周りを見てください。降臨のように描かれていますが、これは何かということですね。注意深くご覧ください。ここにはやはり同じく松明の様子が表現されています。つまりブッダの周りをゾラスター教の火が囲んでいることになります。右がテルン、欧州原子核機構の、まあ、これは芝像の周りを飾っている降臨ということになります。で、右がゾラスター教の火ということになります。この両者を見比べてみるとですね、ポーズ、姿が同じであるという点です。つまりここに表現されているブッダは、いわゆる私たちが知っている、あるいはブッダと呼んでいるその方ではなくて、父親のストダーナ・ガウタマであるということになります。もう一度確認してください。左下がインド政府がサーン、ケルンに送ったシバ神の像です。その周りにもやはり火、松明が表現されています。こうして天と天に位置する神々が線でつながれていきます。アインシュタインが言っているように、偶然というのは神々が匿名で行う行為のことであるということになります。つまり神々はこのような形で私たちに証拠を残してくれたということになります。火の形が同じである点に注意してください。シバ神も何らかの形でゾラスター教と関係していたということになります。あるいはシバ神イコールミトラということになります。 by 林博士説です。で、話を先に進めます。苦行中のブッダと言われている像です。ブッダは29歳の時に出家し、6年間苦行に苦行を重ねます。ということは、この苦行中のブッダはですね、少なくとも35歳以前のブッダということになります。従来説に従うとそういうことになります。右が東京国立博物館に所蔵されている釈迦立像です。見比べてみてください。ガンダーラ仏です。
どちらが若くて、どちらが年老いているか、もう一度皆さん自身の目で判断してください。左は少なくとも35歳以前のブッダ、右は悟りを開いてからのブッダということになります。年齢があべこべになっています。が、証拠はこれだけではありません。続く動画の中でそれを説明します。It is commonly explained that Prince Siddhartha was in deep meditation for 3 months and he was reduced to skeleton as you see here with these statues under the name of Buddha in hunger. Is he really Buddha himself? I, Hiroshi Hayashi, reckon that this is Buddha's father, Suddhodana Gautama, who was fromBabylon. That is why you can see a divine service of Zoroastrianism on its pedestal. Suddhodana Gautama was Magi, or the stargazer, who could talk with God in Zoroastrianism. よく知られた苦行中のブッダ像と呼ばれている像です。ブッダは3ヶ月の瞑想をし、このように痩せ細ったと一般には説明されていますが、本当にそうでしょうか。私林浩司は一般に苦行中のブッダ像として紹介されているこの像はブッダの父親のストダーナ・ゴータマであると判断しています。その証拠の一つに、その台座のところにゾロアスター教の神事の様子が彫刻されているからです。広志林、浜松シティ、ジャパン。ではもう一度最初から説明します。ゾロアスター教のシンボルマークです。松明の火の数が7本になっている点にも注意してくださいが、これは今日のポイントではありません。この像が一般には苦行中のブッダとして紹介されている像です。ガリガリに痩せています。ブッダは3ヶ月の瞑想の過程でこのようになったと一般には説明されていますが、その台座のところにも注意してください。この台座のところです。そこには松明を囲んで僧たちが何やら神事をしている様子が表現されています。そうです、これはゾロアスター教の神事そのものだということです。もしこの像がブッダであるならば、つまりネパールで生まれ育ったブッダであるならば、どうして台座のところにゾロアスター教の神事の様子が表現されているかということになります。他にもいろいろ理由がありますが、ともかくもこの像を見る限り、これはブッダではなくてブッダの父親のストダーナ・ゴータマと考える方が私は自然と考えています。つまりブッダは2人いたということです。父親のストダーナ・ゴータマと、そしてその息子のシッダルタ・ゴータマです。シッダルタ・ゴータマという名前はハーベイ・クラフト氏の本によればセタ・アルタ・ゴータマ、すなわち宇宙の真理の解放者を意味するペルシャの言葉の音訳ということになります。そしてストダーナ・ゴータマはゾロアスター教においては最高位の位にあったスターゲーザー、つまりマギの地位にいました。そのスターゲーザーであったマギのストダーナ・ゴータマはダリウスに追われて現在のネパールの周辺に逃げてきたものと私林浩司は考えています。つまりストダーナ・ゴータマが仏教を起こし、そしてその息子のシッダルタ・ゴータマが仏教を広めたというわけです。ブッダ二人説ということになります。